ベルリン動物園校舎砲等に設置された銃、校舎砲砲撃中の第一校舎師団所属兵1939年から1945年にかけてのベルリンにおける防空戦力展開の推移。青は銃校舎砲中隊、赤は中継校舎砲中隊、緑は投降機中隊の規模を示す。第一校舎師団はナチスドイツ時代のドイツ空軍が 第二次世界大戦中に設置した師団である、ベルリン中心部の防空を担当した。1938年夏頃から、ベルリンの防空担当部隊の設置が検討され始め、同年8月1日に第一防空隊が設置された。初代師団長は、ブラウン大佐だったが、8月4日に、事故死している。 公認に選ばれたゲルハルト・ホフマン少将は1940年6月23日まで、務めた。その後は、ベルナー・プレルベルク大佐が指揮を取り、7月5日に、ルートビヒ・シリファート少将に交代した。1940年9月1日、第一公社師団と解消された。第一公社師団に課された任務は、ダイベルリン県の防空である。指揮系統上は、 第3空軍管区司令部に直属し、また、以下の下級編成を含んだ。戦力としては60個重工舎砲、中隊、35個中、軽校舎砲、中隊、17個投稿機、中隊、6個所属気球中隊、9個、対空機銃中隊を有した。第二次世界大戦勃発時、第12校舎連隊は、ベルリン南東部防空のためランクビッツに展開していた。 また、新設の第32校舎連隊がベルリン北西部防空のため来日圏ドルフに本部を設置していた。ゲネラルゲーリング校舎連隊は空軍総司令部を防衛するべくポツダムに展開していた。開戦後、第1校舎師団は戦前と同等の防空能力を維持することが難しくなり、後に重0校舎中隊は53個、中、軽校舎法中隊は24個、 投降機中隊は12個まで削減された。1940年8月中頃からは、西部戦線で、防空戦力の需要が増したこともあり、10射砲中隊は19個、10、軽降射砲中隊は12個まで削減された。後に、投降機中隊も8個まで削減されている。こうした戦力の抽出が重なった。結果、第一降射手団は、 ベルリン上空を完全に防衛する能力を失い、とりわけや干爆撃に対してはほとんど無力となっていた。この問題について、第三空軍艦区司令部所属の召喚らによる異例の抗議も行われている。1940年8月にイギリス空軍による最初の空襲が行われると、第一校舎師団は急遽増強されることとなった。この際に建設されたのが、 いわゆるベルリン降射砲塔で12.8センチメートル連装降射砲が設置されていた。1941年12月の布告により、師団の戦力は10射砲中隊53個、中、軽降射砲、中隊23個、投降機、中隊26個まで増強されることになったものの、投降機中隊以外の戦力が戦前の水準まで回復することはなかった。 連合国軍による空襲が激化する中、ダイベルリン県の防空体制の増強は重ねられた。1941年12月31日の時点で、ダイベルリン県には合計して、10校舎砲、中隊75個、中、軽校舎砲、中隊49個、投降機、中隊24個が展開していた。1943年11月1日時点で、 第一校舎師団には以下の下級編成が存在した。1944年1月以降は、さらなる戦力再編が図られた。最終的に帝都県には、10校舎砲、中隊104個が展開したが、一方で、中、軽校舎砲中隊は25個、投降機中隊は20個まで削減された。こうした大規模な防空戦力が配置されていたにもかかわらず、 ベルリンの大部分は1944年末までに破壊された。ただし、特に防空体制が固められていた、主要産業や鉄道網などは依然として維持されていた。1944年から1945年、東部戦線でのソビエト連邦による攻勢が激化すると、内地の防空戦力が前線へと抽出されるようになり、第一校車手団も縮小を余儀なくされた。 従来57個を有した10校舎砲中隊は44個まで削減された。1945年2月、第1校舎師団はベルリンの防衛に際して地上戦力として投入されることが決定した。第53校舎連隊はオーデル側方面での防空任務のために師団から離脱した。また、陸軍側では第1校舎師団を解体して47個の校舎。 戦闘隊を結成することが計画されていた。しかし、この時点で、すでに手段には44個の重校舎砲中隊しか戦力が残されておらず、計画を達成することは不可能だった。実際にどれだけの校舎戦闘隊が編成されたのかは明らかではない。ベルリンでは、あらゆる手段で人員を動員し、高級的に設置されたものを除くすべての防空装備を結集し、 弱体化した防空戦力を少しでも補おうと試みられていた。1945年4月半ば、第一校舎師団は第2校舎軍団の指揮下に入った。師団本部は敗戦までベルリン動物園校舎砲等に設置されていた。同校舎法等が地上部隊への火力支援を指揮するために最も適した場所にあり、戦力も集中していたためである。 1945年5月2日、防衛司令官ヘルムート・バイトリング将軍の下、ベルリンに展開するすべてのドイツ軍部隊が降伏し、第一校舎師団の残余は、赤軍の捕虜となった。かつて師団本部が置かれていた、ベルリン動物園校舎法等は、1947年1月に解体されるまでは、仮設住宅として利用されていた。ありがとうございます。